24日目です。結構全部順調に育ってます。ゴーヤもここまで伸びてるし、キュウリもかなり伸びてます。ただね、ちょっと毛虫が毛虫が結構いるんで、毛虫はもう来るたんびに取ってます。今のところまだ農薬とかそういうの全く使ってないんで、もうちょいしてからちょっと無農薬のスプレーとか除虫剤っていうのかな、そういうのを作ろうと思ってます。アブラムシはまだついてないですね。でもあのトマトの先っちょが、手前の方のこっちの方トマト先っちょがやられちゃったんですよね。こっちは生きてるんですけど、もうトマト大丈夫かなと思います。で、本線もちょっと2本にしよう、いや今とまだ1本なんですけど、本線2本にしようかなと思ってるんで、大丈夫かなって心配なんですけど。で、これジョロキアですね。こっちは順調です。で、日の当たり具合でこっちのジョロキアの方が成長が早いんですね。で、これ枝豆です。これも毛虫にちょっとやられちゃったんですけど、取りました、毛虫は。で、こっちはまだ、こっちは平気ですね。毛虫にそんなやられてない。そろそろ除虫スプレーを手作りで作りたいと思います。で、これちょっと倒れちゃった、昨日の風と雨で倒れてます。で、ここのね、枝豆が全然生えないんですよ。ここにも植えたんですけど全然出てこなくて、多分なんかあるのかな、出てきてほしいです。もうちょっと待ってみます。あとはもう全部順調ですね。キュウリもゴーヤもトマトもジョロキアも、だと思うとこう先っちょやられちゃったんで、ちょっと、次は間引きせずにちょっと一本伸ばしたいと思います。以上、24日目でした。